ジョン・ホールはリナックスベースのオペレーティングシステムのサポートと普及を目的とする非営利団体リナックスインターナショナルの代表。ニックネームの窓道具は彼が計算機科学科の学科長を務めていたハートフォードステートテクニカルカレッジの学生がつけた。本人は今では本名で呼ばれることを好む。ホールによるとこのニックネームは気象が激しかった頃に付けられたものとのこと。 これまで、ウェスタンエレクトリック、エトナライフカジュアルティ、ベル研究所、DEC、バリナックスシステムズ、SGI で働いたことがある。現在は、クールの CTO 兼代表を務めている。Linux に興味を持つようになったのは DEC に、勤めていた頃で、DEC アルファプラットフォームへの移植をリーナストーバルズに依頼し、必要な機器やリソースを提供する役割を果たした。 同じ頃、自分が住んでいるニューハンプシャー州で、グレーターニューハンプシャーリナックスユーザーグループを立ち上げた。ホールはユニックスと書かれたナンバープレートを持っている。いくつかの企業の取締役、ユズニックスなどいくつかの非営利組織の運営委員を務めている。フリーソフトウェア運動における有名人であり、UK リナックスオープンソースアワーズ2006では貢献賞を授与された。 ありがとうございます。